一人で動画を撮ろうかなって思います。この画角俺初めてかもしれない。今日はこのダブル布団で寝ちゃおうと思うぜ。絶対に使ったらここに戻せよ。うが、レンタロウです。秘密基地です。はい、ということで今日は見ての通り一人です。いやー、懐かしい感じがすんな。ちょっと今日からね、2日間宇賀神が仕事で東京の方に行く予定があって、ちょっと帰ってこないと。なんでも今日は焼き鳥くんも呼ばずにちょっと一人で動画を撮ろうかなって思います。でね、ずっとさ3人で毎日過ごしてて、やっぱ一人で2日間寂しいじゃん。だからちょっとね、僕が過ごしてる日常をみんなと共有して、でちょっとみんなに寂しさをちょっとごまかしてもらおうかなと思って、ちょっと今日は動画を撮影してない時の僕の普段のもう素の姿、生活、日常スタイルをみんなに見てもらおうかなって思います。で実際ね、じゃあ動画以外お前何してんだって思ってる方いると思うんですけど、まあ、基本的には編集してます。宇賀は外出て東京行って仕事したりしてるんだけど、僕は秘密基地の動画も編集してる、なおかつ仕事としても編集をしてるんで、基本的にはもう動画内ではずっと編集ばっかしてる。で最近ね、エアコンがついてさ、今ここどこかわかる？みんなこれ大黒柱、大黒柱に寄りかかりつつ編集することが多いんだけど、ここね、なんともうエアコンがっつり当たるの。ここがね、もう一番いいスポットなのよ。このエアコンに当たりつつ、大黒柱にもたれつつ編集をするっていう、最近の最高の編集スタイルで、今日1日目、今10時ぐらいなんだけど、こっから夕方、下手したら夜ぐらいまでずっと編集するかな。とりあえず編集ばっこりやっていきます。さあ、今昼過ぎぐらいちょっと編集頑張りました。ちょっとお腹空いて仕方がない。でもシェフがいないので、レンタローキッチンやっていきたいと思います。いや、久々です、レンタローキッチン。あるもので簡単な夏飯やります。うどん。この画角俺初めてかもしれない。ちょっとドキドキだわ。やってきます。宇賀はいつもこんな不自由な画角で料理をしてるのか。いや、もうめっちゃ簡単よ。あえるだけだから。俺らが育ててる大葉です。本日のメイン食材、明太子。うどんほじくります。中、いや、そう思ってやっぱウーガって手際いいよな。やっぱね、動画撮りながら料理って、普通に料理してるのとやっぱちょっと違うのよ。お前が何言ってんだって思うかもしれないけどさ、その中であいつクオリティ高い料理を出し続けてるわけ、すごいよ、ね、みんなも早くウガの料理食べに来てね。明太子1本分くり抜きました。あっちい、マジキッチンあっちいのよ。じゃあソース、今日マヨとめんつゆと明太子だけ、明太マヨです。明太マヨが一番うまいです、この世で。僕が保証します。マヨネーズ大さじ 1.5 ぐらい、めんつゆサージ1、いや、サージ2で、これを混ぜとくと、これをウガが見て何と言うのか、これは料理と呼べるのか分かんないけど、絶対うまいから。うどん茹でていきます。キッチンちょっと暑すぎるわ。キッチンまでエアコンの空気が来ないのよ。現状をなんとかしないと、ウガが死んでしまう。うん、完璧だ。茹で上がり、うどんを締める。
しっかりと水を切ったら、さっきのソースにズドン。くー、みんなうまいやん。したら、あえてめっちゃいい香りするんだけど。いや、最後にオーバー、チョコーンと完成。明太マヨ冷やしうどんズドン。ピッ、よいしょ。いいか、実食いただきます。うん、まっ、うが超えちゃったんじゃん。うまい、ね、今このあえてね、別に室内中でクーラーつけて食うのもいいんだけどさ、このお気に入りの自分で作った縁側で飯を食うっていうのがいいや、これがいいのよ。縁側で自分で作ったご飯を食べて、自然を見ながら、この分かる、みんなセミの音うるさいよね。もうこれがね、好きなのよ。俺は自然を感じながらゆったりと過ごすこの時間、たまらないんですよ。そう、さっき冷蔵庫見たらカレー作り置きしてくれてんの、うが。なんなん、いいやつすぎるでしょ。いや、夜は一旦ね、そのカレーをちょっと食べて乗り過ごそうと思うんだけども、ちょっとこの後もね、まだまだ編集あるんで、編集しつつちょっとゆったりした時間を一人で楽しもうかなと思います。編集終わったら、しかもお待ちかねのお風呂があるから、ちょっと楽しみにね、こっからまた頑張ります。はい、ということで今もう7時前です。一段落しました。お疲れ。まあ、まだやることあるんだけどね。で、この後一旦風呂、風呂です。まだね、この家風呂が入れないので、うがとね、いつも2人で行ってるんだけど、とりあえず今日は1人なんで1人で行ってこようと思います。風呂入ったら晩ご飯タイム、ちゃっちゃと入りに行ってきます。いや、風呂入って帰ってきました。さっぱり。ほんで今ね、ウガカレーを、ウガジンズカレーを温めてます。マジでうまそう。早く食いたいので早く温めてあっちで食います。じゃあね。できた。めちゃくちゃうまそう。カレーが一番いい。ウガ、ありがとう。マジでいただきますわ。いただきます。ん、あ、これ、うん、うまっ。何入れたらこんなうまくなるの、カレーが。うん、やっぱ改めて一人で動画を撮るっていうのも含めてだけど、この古民家で一人の空間、一人の時間がこんなに長い、すっごい静かに感じるね。寂しいわ、常に誰かしらいるからさ、こんな長時間誰もいないことないから寂しいね。まだ一日経ってないんだけどね。今秘密基地このチャンネルで DIY を結構楽しみに見てくれてる人っていると思うんだよね。で、俺らの中でも一番力入れたいなって思ってるのがお風呂なんですよ。ただね、一番力入れたいからこだわってる反面、お風呂使えないわけじゃん、今銭湯とか通ったりしてる不便さもありつつ、でも手抜きたくないよ、お風呂に関しては。ただもう井戸の隣の小屋にお風呂を作ろうっていう話してるんだけど、もうね、お風呂手つけちゃうとね、一からなのよ。もうね、壊すとこからまた始めなきゃいけないの。だからね、もうなかなか手つけられず、多分もうお風呂手つけ始めたら他のことできなくなっちゃうから、多分1ヶ月とかかかる。
ものだと思うんだ。だから他のことできなくなっちゃったりして、ちょっとね、今なんとかしてやる方法とか、どんな感じで進めていくかっていうのをクマさんとかウガ、焼き鳥くん含めみんなで話し合いながら進めてるんだけど、そのために池とか作ってるし、そのために柵とかも作ったんだよ。もう露天風呂をね、ちゃんとしっかりしたものをね作りたいんよ。いや、いつになるかな。今年中にはやりたい。今年中には絶対。もうそれぐらいの感覚かな。ちょっとみんな楽しみな人もいると思うんだけど、この先多分一番大きな DIY になると思うんで、ちょっと楽しみに待っててください。今年中にやります。ごちそうさまでした。めっちゃうまかったわ。うわ、ありがとう。よいしょ。ということで、こっからもまた編集です。でね、最近ね、ありがたいことに本当に皆さんに見ていただいててるからこそ、この今まで秘密基地とお仕事での編集がバタバタ同じぐらいわーっていう感じのウェイトだったんですけど、少しずつね、仕事としての編集をちょっとずつ減らして秘密基地に専念できるというか、そういう状況になりつつありまして、本当にありがとうございます。これからもお願いします。秘密基地に全振りできる未来が来るといいな。お願いします。よし、終わったー。いや、予定より結構早く終わったわ。いや、これで明日ちょっと結構家のことメインでできるな。手つけないといけないと思う。いっぱいあるから明日は片付けかな。やったー。はい、ということで今あれからちょっとゴロゴロしつつコメントとか見てちょっとゆっくりしてたんですけど、ひらめいちゃったよ。革命が起きるぞお前ら。ちょっと見て、このここにあるウガの布団、これを、ちょっと待って、こいつをよ、ウィット、ウガの布団をくっつけて、今日はこのダブル布団で寝ちゃおうと思うぜ。革命だろ。こんな贅沢なことあるか。最高じゃねえか。こんなこともできるのか、一人だったら。だだっ広いぜ。もう寝返り何回でも打てるよ、だって。というちょっと夜中の12時の夜テンションのレンタロです。寝ます。ということで、レンタロぼっちの1日目無事に終了いたしました。いや、意外とね、うがこう料理とか作って、取り置きじゃねえよ、作り置きとかしてくれてるし、何も不自由なく一日過ごせたかなっていう感じだね。ほとんど編集しかしてなかったしね、今日に関しては。で、まあ今日明日やろうって思ってた分までもがっつり早く終わって、明日編集しなくていいと。でも割とね、こういう方がなんか俺すごい合ってて、午前中撮影して夜編集して、次の日午前中撮影して夜編集してみたいな、そういうのちょっとあんまできなくて、編集は編集の日、撮影は撮影の日、家事の日って全部分けたいんだよね。そうした方が効率よく自分はできるっていうのを、もう24年間でそう理解してるみたいな。最近そういう感じでね、ちょっと生活してます。なんで明日はもう家事の日、片付け、草刈り片付けやります。これでちょっとウガがね帰ってきた時に、おって思ってくれるといいんだけどね。多分思いません。気づかないと思います、天然なので。明日は掃除の日だね。改めてやっぱ一人だと広いな。うわ、助けてくれウガ、雲だウガ、でかいよ、助けてよ。一人だとこれがきつい。こっち側で寝ないとちょっと寝れないかもしれない。早くウガ帰ってきてくれ、虫をやっつけてくれ。まあいいや。あ、そうだ、エアコン、タイマー。じゃ、今日も一日ありがとうございました。明日も一緒に頑張りましょう。おやすみなさい。おはようございます。朝の8時半です。とんでもなく広々と
快適に寝れました。毎日布団が倍になったらいいのにと考えつつも、こう朝起きた時におはようっていう相手がいない寂しさもありますね。今日は基本的には家のことをやろうかなと思ってます。凄まじい頭してんなこれ。いや髪切ってすごいね好評のコメントをいただいてるんですけど、僕毛量がすごいんですよ。なんですぐ伸びてすぐねこうボンバーになっちゃうんですね。なんでちょっとまたもう切り時なのかな。やべ危ない、ゴミも出してないわ。でゴミ出しと今日はまずは溜まってる洗濯物を回しに行きます。そして家の中の掃除草刈りもできればしようかな。そんな一日でございます。宇賀神ももう仕事始まってんのかな、頑張ってると思うんで僕も家のことを進められるだけ進めたいと思います。じゃあよいしょ、洗濯回していきます。洗濯してきました。で朝結構涼しいんで、こう窓全開にしてここに干したりしてます。僕らが住んでるところちょっと山の方で、天気がねすっごいねバラバラなんですよ。なんか予報も外れるし、晴れて雨降って、晴れて雨降って、晴れて雨降ってみたいな一日が続くこともあるし、すごい困ってます。これ雨降るなみたいな感じ取る方法誰か知りませんか、公開知りませんか。じゃあ次は頼むの順番な。オッケー、干し終わりました。次は掃除機していきます。おい掃除機よっ、さあフォルムチェンジしました。ちょっとね、もう生い茂りまくってんのよ。すごいでしょ、もう緑だもんね全部。ちょっと今日は草刈りねして平和な池を取り戻そうと思います。あー結構大変やでこれ一人でやったら、見られるとこまでやっていきます。あまりすぎやろこれ、どうなっとんねん。よし、それではこいつでね草を一回集めたいと思います。草が多すぎてさ、どこ買ったか分かんなくなるのよ。オッケー、ということで見てくださいこちら、わかる？これがさ土の山なんだけど、同じぐらいの草の山ができました。もう汗だくです。どうでしょう、結構印象変わるんじゃないの、一人だし。まあこんなもんでよしよししてください宇賀神さん、また二人で頑張りましょう。はい、ちょっとねめっちゃやりたかったことがあって DIY なんだけど、今度ね改めて動画で出すんですけど、ちょっとそれの下ごしらえというか、まあ先にやっとけることがあるんで、ちょっとね今日それを一人で進めたいと思います。ちょっとね精密な作業なんで、ヒゲの方はあんまり得意じゃないのかなということで、僕一人でやっていきたいと思います。じゃじゃん、材料はまあほぼこれかな。まあね、なんとなく、まあ、やってる最中で見てて分かる人いると思うんだけど、今度出るそのこれについての動画はこれをね超えるさらにテクイ、もっとテクイものを動画として出すんで、ちょっと楽しみに待っててください。あえてここでは何を作ってるとは言わずに皆さんワクワクしておいてください。今日先にね進められるものはこいつらは今度本編で使います。こっちのね大きい板とこの棒、布、こいつらで俺と宇賀神が大好きなあれを作りたいと思います。
ということで採寸が終わったのでカットに向かいます。ちょっとここじゃできないんで土間行きます。コーナー切っていきましょうか。ちょっといつもねジグソーでやってると思うんだけど、ちょっと今回割と綺麗にね直線を引きたいから人力でやります。じゃあ全部頑張って切っていきます。パーペキです。これは実際の問題ラインよ。天板なんです。でけえから細心の注意を払って切ります。どいつでしょう。てくーこれ手持ち扇風機めっちゃいいわ。よし、へい、あーちー。じゃあね、この4本の棒が完成しました。でこれちょっと塗装したいのよ。こっちはヤスリがけをしていこうかなと。よし、これね、バンバンザイ来てくれた時のドラム缶風呂塗った時のギシ君カラーですね。ギシ君イエローをこの棒に塗っていきます。あー、イエーイ。ということで塗り終わりました。これね、今回こっちの裏面は表に見えない部分なんで、まあ裏は干渉してもいいかなってことで、こういう感じで乾かしておきたいと思います。ちなみにもう一個やることあるんで、そっちを終わらせて今日の DIY コーナー終わりたいと思います。いやー、ちょっと暑くなってきたね。ほんとセミもミンミン鳴いてます。最後この板にこれ青のフェルトを貼り付けていく。これね、実際のやつだと割とね、みんなのイメージ緑かなって思うんだけど、まあ、ちょっとね、青もね、メジャーっちゃメジャーだし、ちょっと一切れ加えて今回青でいきます。何ができるんでしょうか。皆さん予想してください。素敵です。大きいよ。今日やれることは終わりました。これとあれを組み合わせて、でさらにそれのグレードアップしたものを動画に出すんで、皆さんお楽しみに。それでは休憩。ということで、ちょっと休憩を挟みまして、倉庫片付け、やっていきます。ちょっと俺とウガが一個共通認識やって、倉庫って片付けるものじゃなくねみたいな感じで、ちょっと放置し続けた結果、とんでもないありさまになってて、ちょっともうこれ以上ね、カメラをね、中に入れることはできないです。この画角のまま、片付けます、僕は。見せません、絶対に。目標、30分。用意スタート。あちぃ、見て、こんなに、スペースあんのよ、ほんとは。結局1時間ぐらいかかりました。暑いです。でも、こんだけね、いっぱい収納できるとこあるから、
ちょっとうまいこと閉まっていきます。一旦掃き掃除から始めまーす。掃き終わり。ね、意外と見てみるとこことかこことかいい感じの棚になってるんだよ。わたわたしててさ、あんま片付けてなかったけど、こういうとこによく使うものとか置いて裏地に驚かせてやろう。いい感じの倉庫に変えます。ちゅうことで、1時間半くらいかかって、やっと片付きました。ドン。こんなに空間いたぜ。こういう工具とかをね、並べて、農具とか、おっきな道具系、ここにもう置く。使ったらここに戻す。絶対。その、誓いを胸に、ここに工具を収納しました。絶対に使ったらここに戻せよ。うが、焼き鳥、俺、約束な。いったね、こっから休憩がてら、ちょっと皆さんからいただいた動画に対するコメントとか読みながら、ちょっとゆっくりしていきたいと思います。もちろん、いただいたコメント全て読まさせていただいております。皆さんありがとうございます。いや、最近ね、僕らも YouTube のコメント返し、しよっかってことでコメント返しをしてるんですけど、本当にいつもありがとうございます。本当にね、コメントすっごいね、力もらえるんですよ。うがと毎日のように話してるけど、本当に全部嬉しくて、全部読ませていただいてて、なんならもう改善点とかもみんなコメントしてくれるから、そういうの取り入れつつね、いい動画を出そうっていうふうに思いつつコメントを受け止めております。今見てる方は皆さんコメントお待ちしてます。最近この焼き鳥くんに対するコメントがちょっとずつ増えてきて、ちょっとやっぱ嬉しいね。俺らはやっぱ宇賀神と2人で始めたっていうのもあるけど、今焼き鳥くん含め3人で主なメンバーとして秘密基地として活動してる感じが俺らの中でもあって、みんなに認められてるっていうか、3人の雰囲気が好きで見てくれてる人がどんどん多くなってて、すごい嬉しい。最近ね、よくやっぱ古民家生活いいなとか羨ましいなっていうコメントいただいてて嬉しい限りなんですけど、まあ、僕もちょっと古民家に住みたいっていう夢に向かってね、こう活動続けてきたんだけど、まあ、ただ古民家が好き、田舎に行きたいっていうだけの考えではなくて、まあ僕今24なんですけど、社会人3年目になるのかな。でもう周りの友達とかは会社とかで働いたり、まあ、いろんなことしてる人もいるけど、基本的にはみんな週5で働いて週2休んでとか、もう朝から晩までみっちり働いてとか、まあ本当に聞く話ではもう今週何十時間残業あったよとか、まあ、その働き方も別に全然ありだと思うし、別にそういう否定とかじゃないんだけど、俺には正直自身にはちょっと合わないなっていう。今って働き方っていくらでも選べると思ってて、例えば俺らが今やってるYouTuber、 本当編集の仕事とか、実際多分ちょっと前からしたら多分考えられない業種だったんだろうけど、今となっても普通なわけじゃん。この職業って場所を選ばないし、時間に縛られない、まあ縛られないこともないんだけど、まあ、自分の好きなタイミングでできて、しかも自分が頑張れば頑張るほど成果が出れば出るほど自分に返ってくるものも、今ってマジで働き方って無限大だと思う。その中で、まあ俺は学生の頃から思ってたことなんだけど、人生やっぱ一回きりじゃん。楽しく生きたいなっていうのが、まあ、心がけてることなんだけど、忙しい日々をこう忘れ、古民家でゆったりした時間のもと、仲いい奴らとこう暮らしながら、そこでできる仕事をこなしながら生活するのって、そこに憧れてたというか、自分にとってはすごいね、理想的な人生だったんだよね。でまあそこに向かって、
コミカ買いたいっていう風に活動を始めて、宇賀神がこうついてきてくれてね、こう今本当に理想的な暮らしをできてるところなんだけど、焼き鳥くんももちろんね一緒に来てくれて一緒に活動して本当に楽しい日々なんだけど、これでマックスの楽しいかって言われたらそれはまた分かんないし、ここから先どん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 今を塗り替えれるように、今よりもっと楽しくいれるように3人でこれからも仲良く生活できたらなって感じだね。でまあこのちょっと特殊な、まあ、生活、こういう生き方、これも一ついいなって思って真似してくれる人とか、結構コメント DM とかでしてくれるんだけど、俺らの生き方を見て元気をもらえるとか、俺らのこの生き方を見てこういう生き方もいいなってって思ってくれたらすごい嬉しいし、それでいろんなことに頑張れる力をもらいますみたいなメッセージとかコメントとかよくくれるんですけども、それでもうさらに俺らも頑張れるし、それを見てさらにみんなも頑張れる、ミュンビすごい幸せな状況です。ただまあこれからも頑張るのでちょっと楽しみにしつつ、みんなこれからも応援してください、よろしくお願いします。ちょっと暑くなってしまいましたけど、お腹が空いたので今日ほぼ何も食べてないしね、飯にしたいと思います。1回目のレンタルキッチンやっていきましょう。暑い、あ、宇賀神さん、キッチン入らせていただいてます、よろしくお願いします。さあ、宇賀がね散々作ってるチャーハンを俺が作ろうと思います。もう食材は完了や。宇賀は卵を入れてから米入れてるけど、卵かけご飯にしてからやります。これによって米一つ一つに卵がコーティングされてパラパラになるんだって。やるか。全部キャップ外しとくわ。相当熱いらしいから手袋二重にして行きます。宇賀が普段やってるからね、なんとなくは見てますね。できるでしょ。行きます。やべ、ちょっと温度低すぎたかもしんない。思ったよりジュワーってなんねえわ。ウィンナーうんちゃん、簡単そうにやってんのにな。熱い熱い。熱いな、ほんとに。へい、いいやろ、行くぜ。ええや、すごい量になっちゃった。完成。あっち、ちょ、もうここでパクッとささっと食っちゃいます。よいしょ、行っちゃっていいっすか。宇賀がなんとビールを置いといてくれました。飲めってことやろ。いただきます。乾杯。疲れが吹っ飛ぶな、これは。やっぱよし、さあ自分で作ったチャーハンはどうなんでしょうか。全然うまそうじゃん。いただきます。うん、うわ、
熱っ。めちゃくちゃうまいな。でもなんかちょっと物足りない感じするな、やっぱいつもウルカの食ってるから。はい、お風呂行ってきました。めっちゃミスったんだけどさ、全然別に歩ける距離だからよかったんだけど、普段車で風呂行ってるのよ。あまりにもビール飲みたすぎて飲んじゃったけど、車乗れないじゃん。全然ね、歩いて行ける距離だから全然いいんだけどさ、普通にミスりました。はい、こっからね、最近夜ね、ちょっとウガと二人でちょっと楽しいことをね結構してるんですよ。最近ちょっとハマってることがありまして、それをね今日一人だからこそもっと没頭できるんじゃないかということで、ちょっと今日やっていこうと思います。最後のビッグイベントですね。ちょっとお楽しみ。じゃーん、途中で分かった人もいるかと思うけど、こちら自宅って映画館、映画館です。最近ね、ウガとこれハマってよく見てるんですけど、ちょっと一人だったら、まあ、ウガが見たい映画とか気にしなくていいじゃん。自分が見たいもの見れるし、今日は何見ようかな。というわけで、皆さんどうですか、うちの映画館は。いや、めっちゃいいのよこれが。今ちょっとね、権利の関係上で僕らの動画しか流せないんですけど、一旦みんなに見てもらう、もう込みで秘密基地流してます。いやこれ待って、今さ、今俺の顔見えなくなっちゃうから照明つけてやってるんだけど、照明消すともう、ね、最高だから、ちょっと一回消すよ。うわ、虫も寄ってくんのよ、照明があると。よっ、ドドーン、わかるかな。もうね、超没入できるでしょ、この環境で見る映画が。たまらん、本当に最高なのよマジで。ということで、今日一日みんな見てくれたと思うんだけど、だいぶ頑張ったっしょ。今日頑張ったんで、この後ゆっくりソロ映画鑑賞していきたいと思います。どうでしたでしょうか皆さん。ウガも焼き鳥くんもいない2日間、まあ本当に動画外の本当の素の日常を映しただけなんだけど、まあ、こんな感じでね、一人だったら過ごすよーっていうのをありのままみんなに届けれたなと思って。意外と多分気になる人多いと思うからさ、こんな感じで僕は生活をしています。まあ、ここにプラス撮影が加わるのと、あともちろんウガと焼き鳥くんがいたら変な遊び関係にしたりとかさ、チャーハン対決とかそういう遊びとかをちょいちょいやってるよ。まあ、そういうのしながら仲良く生活してるんですけど、やっぱね、どこかこの2日寂しい部分はありましたね。うん、ただまあその寂しさをこう画面の皆さんに向かって話すことで少し紛らわすことができました。ありがとうございました。でまあ1日目はね、ほぼ編集して飯食ってっていう1日で、まあ大変だったね。すごい大変な1日で、よし明日こそはゆっくりしようって思いつつも、結局倉庫整理やら片付け草刈りやら何やらやってたらだいぶ時間がかかり疲れたよ。結局こうなっちゃうからね。まあ今日昨日頑張った分、これから映画ゆっくり楽しんでいこうと思います。次の動画からね、ウガも焼き鳥くんも出てくるんで、次の動画楽しみにしていてください。ということで、最近の三月町を目指すレンタロと古民家でお店を出したいウガ人の2人で頑張ってやっていくので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ぜひねこの動画良かったと思ったら皆さん拡散よろしくお願いします。ここまで動画見てくれてありがとうございました。僕の素の2日いかがだったでしょうか。感想もコメントお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ウガです。もしもし。もしもし、どうした？休憩？あ、今ちょうど休憩してて。お疲れ様です。俺今一人で映画見てるよ。え、マジで？まあこっからだよ。これスクリーン広げちゃってんの？うん、これからだけど。いや、ひとりくんもいんの？いない、いない、一人一人。あ、もうガチの一人。うん。それは
ダメだよ。明日何時帰ってくんの？早朝には帰るよ。おい、絶対に起こさないでくれ。一緒に映画見ようぜ。朝朝映画ね。この後本当に見んの？いや、一人で見るって。お前マジかよ、本当に見んのかよ、うん、寂しいだろ。いや、うるせえよ。